越えからの景色です。飛行機通りじゃない？飛行機通りますね。はい、ビルがあって、うん、畑城があって、橋があります、ね、海もあります、はい、ね、人もいます、うん、以上です、はい、ありがとうございます。コーヒーカップと、ね、コーヒーとかですね、でなんか冷蔵庫ですね、冷蔵庫スイッチついてるわ、最初から、うん、でこっちが黒、あるよ、うん、はい、体重計もありますね、アイロン台もあります、靴べらもあるね、あ、金庫もあるからさ、うちは大金持ってるからさ、金庫は預けとく、あ、こういう感じになってますね、お母さん、ここ家でいいんじゃない？あ、飛行機雲じゃないこれ、クラブ。こちらですね、足元に来ている方
ピバラさんみんな食いしん坊さんなので、ご飯持ってると欲しくて欲しくて追いかけてきます。で、お口私っぽごめんね。カピバラさんのお口を同じ感じでいたらお口つられないように離れながらご飯あげてください。一本ずつこうやって持って真ん中食べれるようにどうぞってあげてください。テンション高いね。タルタルサーモンです。ちょっと寒いね、横浜、浜風がちょっとね、いや、ね、はい、じゃあちょっと生を食べてみてください。はい、食べてみます。いただきます。はい、訳すとこれ美味しいってことだよね、はい、これがなんか商業施設とホテルと人情マンションが一緒になってるビルらしいです。 ND って書いてるのが挙式場、観覧車なんですけど、皆さん時計としてね、時計としてなんか活用されてるみたいですね。で、年に1回ぐらいなんか消える時があるとね、メンテナンスかなんかですかね。ミートソースドリアでね、ミートソースドリアで、チーズがね、大好きなんでね、旦那さんの父は、父はね、これシーフードね、なんだっけ、シーフードグラタンね、そう、ちょっと食べてみてください。バジル効いてそうな匂いだけど、バッチリ、バジル、バジル効いてる。さらけさらけ、はい、まあチーズがね、かかってて美味しかったです、はい、組織ワルシーじゃないですかね。19時29分はね、家族で出かけるっていうのが流行ってピクニックこれ、どんな味か、はい、函館から宮崎県行けるような味で、今からね、ゴンドラに行きます。はい、ちょっとね、長トラマの父はちょっと酔っ払っちゃってますからね。酔ってねえよ酔ってねえよ。はい、ちょっと千鳥足でね、階段登ってね。で、ね、これからね、はい、見えますか、ね、ゴンドラ、このゴンドラに乗ってみたいと思います。桜木中とあれ、ゆずさ歌ってるじゃないか。そうでしょ、
だから桜木町なんだ。今知った。ガンダム、ガンダムよ、ガンダム。はい、はい、出発しました。おお、結構揺れますな。あ、でも、あ、見て見て見て、はい、あそこ、だんだんだんって言って。あれあれ、早く早く早く。どうだ。あれあれ、手挙げてるし。あ、本当だね、ペッパーくん。はい。ペッパーくん。ペッパーくん、なんだろうな。違う、ガンダムみたいな。ガンダムみたいな感じ。おお。はい、どうですか。ワシントンホテルもあるんだ。ええ。どうどう、あ、ここお母さん気になってたところ、これは結婚式場なんだって。これこれこれ写して写して、はい、結婚式場、はい、ND だね。うん、 ND ね。ノー、なんていうのね、ナイト、ノートル、ノートルドームみたいな。これがね、アパホテルですね。アパホテル、はい、ズームイン。観覧車綺麗じゃない。観覧車ね、横からね、意外とね、こういうから見れないから泣きそうになるね。立ってみて。はい、横浜ベイブリッジね。はい、拡大。ロマンティックさが溢れる。ロマンティックあげるよ。怪獣とかね、ウルトラマン関係、特撮関係が好きで、ゴジラとか、うん、あの自分でね、チャンネルの中でそのソフビを使って怪獣のね、紹介をしてるっていう番組をね、されてるんですよね。うん、そうだね。ナナトラマン出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですね。そう、そうですか。はい、そのように、まあ、設定になっております。はい。このね、最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな。結構なんか形とか、あとはなんか強さとかが、あの、あとはなんか、なんか目とか目とか、ね、なんか目とかかっこいいなって思って、結構怪獣とかウルトラマンとかが好きになりました。